ソコークメウオカは、アシロモクに所属する魚類の分類群の一つ。六族からなり、ミスジオクメウオなど低生性の深海魚のみ22種が含まれる。ソコークメウオカの魚類はすべて海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の海に広く分布する。深海の海底付近で暮らす低生魚で、特に水深700メートルより深い領域に多く、 6000メートル付近からの報告もある。本家の魚類は、貝足類などの甲殻類、あるいは海底の氷材動物を主に捕食している。とりわけ海底に沈降した死骸に集まる、節足動物を狙うことで、間接的な不肉利用性を示すと見られている。そこを含め魚類は、目の発達が非常に悪い上に、遊泳には全く向かないブヨブヨしたゼラチン質の、 体を持つ。普段は海底の直上を流れに任せて漂うことでエネルギー消費を抑えており、餌の感知と捕獲は嗅覚及び側線の機能に依存していると考えられている。本家魚類の主な生息範囲である水深1000メートル維新には太陽光が全く届かず、視角の重要性が相対的に低いことに対する形態的、行動的適応と見られる。 繁殖様式は、塞い立ち魚を亜目に属する他のニカと同じく、卵体制で、オスは尻びれの直前に降雪器を備えている。そこをクメウオカは、他のアシロメ魚類と同様に、さらに似た先細りの体型を持つ。全長10センチメートル未満の小型魚であることが多く、最大でも18センチメートル程度にしか成長しない。眼球が、耐火的で非常に小さいことが、 本家の最大の特徴である。鱗をかき、体はゼラチン質で柔らかい。皮膚は透明で筋肉の発達も悪いなど、多くの点で、陽形成熟の特徴を有している。浮袋、頭部の感覚隔お及び有紋水をかく。背びれと尻びれの規定は、非常に長く、おひれと連続する。背びれの基礎部は、体の後方、胸びれから離れた位置に存在する。 腹器は、喉の位置にあり、ヒレ状は1本のみで、各種類もある。災害骨に棘はないか、あっても脆弱で、近縁の塞い立ちウオカとの鑑別点。椎骨は、ビブ以外が26から48個、全体では68から86個。そこをくめウオかには6属22種が記載される。そこをくめオオ族の一種。本家魚類の目は、 体価的で非常に小さく、しばしば皮膚に渦もれる素候組合族の一種。大西洋北東部から知られる種類アフヨーナス族の一種。ありがとうございます。